ステンレスアベアイスの皆さん、こんにちは。おさチャンネル、本日はですね、めちゃめちゃ簡単、下茹でなしのね、春巻き作っていきたいと思います。普通にね、春巻き作りますとね、材料を一個一個こう炒めて冷まして、そっから巻いていって、で揚げてってやっていくんですけども、今日はこのね、最初に具材を炒めるっていう工程を全部カットで生のままやっていきたいと思います。このね、蒸し焼きにすることによって、揚げながら中までしっかり火が通りますので、春巻きの下準備を大幅に節約できるという優れものでございます。この料理ね、お味もめちゃくちゃ美味しいので、早速今から作っていきましょう。まずね、材料切っていきましょうか。5センチぐらいの長さにね、切り揃えていきますと、最後皮で巻くときにね、巻きやすいです。干し椎茸もスライスして、お肉もね、細切れですけどね、さらに細かく切っておきましょう。春雨はね、さっと水で洗って、ちょっと硬いんですけどね、こうやってハサミでチョキチョキしていきましょう。それでね、十分です。あとでね、野菜の水分吸ってくれますんで、春雨ね、全部戻しちゃうと、ちょっとね、春巻きがべちゃっとなりがちです。ここでね、戻しきらないっていうのが一つね、ポイントです。じゃあね、材料切れたら味付けです。砂糖、醤油、酒、塩、オイスターソース、ごま油で、最後ね、つなぎの片栗粉です。これをね、ぐるぐるぐるっと混ぜておきましょう。お酒とか醤油はね、全部春雨が吸ってくれます。はい、じゃあね、春巻きを巻いていく前に、お鍋をね、予熱しておきましょう。巻くのがね、苦手な方はね、弱火でやっときましょうね。手早い方はね、中弱火ぐらいでもいいです。今日はね、このプリンセス鍋、リクエストが非常に多くてね、この蓋の溝のところを結構深くね、切ってあるのでね、蓋の水滴がね、油に落ちずにね、蓋した揚げ物きれいにできるはずです。それをね、実践してみましょう。はい、じゃあ春巻きの皮に関しましてはね、基本的にザラザラが内側、ツルツルが外側っていう感じです。これをキュッとこう縦にして、材料はね、意外とね、入れすぎない方が綺麗に巻けます。欲張っちゃダメですよ。でもはみ出ないぐらいにして、あ、もうちょっと減らしとこうか。ぐるっと巻いたら、くるくるやって、半分どこまで来ましたらね、耳を折りましょう。これね、なるべく垂直に折るのがポイントです。はい、こんな感じで、ここちょっとね、サイドにも広げながら、あんまり真ん中だけにギュッてならないようにね、やっていきましょう。で、くる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 っと半分まで回しましたら、耳折ります。で、ここかな、ここ、ここの部分をね、キュッと内側に入れますと、割と垂直に、はい、仕上がってくるかなと思います。あそこね、キュッて締めないと、こうね、なんかこう楕円形になっちゃいますからね。はい、こんな感じでやってみてください。はい、それじゃあ巻けました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本。それじゃあね、揚げていきましょうか。これ春巻きのポイントは、火をね、大きくしない、中弱火のまんま揚げていきます。18センチのね、口径でしたら、だいたいね、まあ 200ml 入れますとね、高さ1センチになります。で、ここでね、熱いお鍋に油がちょっとなんで、待ち時間がゼロでいけます。僕はね、せっかちなのでね、とにかくこの待たなくていいっていうのめちゃめちゃ気に入ってます。よいしょ。しっかりね、この止まってる部分がね、下に来ますと、春巻きね、ばらけませんからね。さあ、じゃあちょっと皮の色見てみましょう。あ、まだ大丈夫やね。これでね、あんまりね、火が強すぎますと、外ばっかり黒くなって、中はね、生焼けっていうね、悲惨な状態になりますから、春巻きの時は温度落として、中弱火ぐらいでね、やっていきましょう。じっくりゆっくり蒸し焼きにしていきます。じゃあね、春巻きをね、ひっくり返すタイミングっていうのは、ほんのりね、茶色くなった時。おー、いいね、いい揚げ具合。うわ、最高最高。春巻きね、静かに揚がってますよ。プリンセス鍋のね、感想なんですけども、つまみはね、やっぱりちょっと熱いね。まあ、頑張ったら持てなくもない感じ。で、持つとこの取っ手はね、今まあ、これもまあ、ぼちぼち熱いか。このゴムがありますんでね、基本的には大丈夫です。オールステンレスでおしゃれな分だけね、ちょっとここ熱いですっていう感じです。でも本当にね、蓋と本体の溝が深く切ってあるので、蓋の水滴がね、下に落ちることはありません。すごくね、蓋した揚げ物、綺麗な感じにね、揚がっておりますのでね、グーですね。さあ、それじゃあね、揚がりましたので、完成です。
ぜひね、これぐらいの焦げ目具合目指してね、やってみてください。でね、こうやってね、揚げる前に春巻きをこうやって上向けて立てて、下の方にね、油を落としてからね、取り出します。で、これ石みたいにカリカリ、揚げ物ってね、繰り返しこう揚げていきますね。どん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 温度が上がりますから、連続で揚げるときはね、ちょっと温度を下げてから、そこからね、2回目揚げていきましょう。これポイントです。じゃないとね、1回目はうまくいったけど2回目は黒くなりましたっていう方結構多いです。ほら、この油のジューって感じ、ちょっとね、温度高すぎますんで、これをね、落ち着かせましょう。カリカリの春巻きがね、非常に上手にできました。さあ、できました。いや、めちゃくちゃお腹空いた。いただきます。もう手だね、これ。うん、あー、うま。聞こえました、このマイク越しに音。カリカリでしょ。これね、あの1回目に揚げたやつだから、ちょっとね、タイムラグがあるんですよ。だけど時間が経ってもカリカリ。あの、さすがにね、お弁当に入れたりしてはダメなんですけども、結構ね、時間が経ってもカリカリですよ。で、それは何でかって言いますと、蓋してね、揚げておりますと、ちょっとね、引っ張る力が加わるんですね、軽く。そうしますとね、一回中に入った油がね、こうぐーっとね、温度が安定してきますので、出てくるんですね。だから少し吐き出しながらこう揚げていく感じになりますので、最終のこのね、完成品がね、ベタッとせずにね、油っぽくないんですよ。で、これはね、もうロイヤルクイーンの時からずっと蓋して揚げ物されるね、お客様おっしゃるんですけども、このね、軽い感じの揚げ物を食べたらね、外ではね、よう食べませんよ。いやいや、そんなことないよ、外食の揚げ物美味しいよって言うんですけども、お家でね、ちゃんとその食べ続けててね、ある時ふと食べたらね、もうきつい。僕はあの、うどん屋さんの天ぷらとかね、無理ですもん。油の匂いとかベタッと感が、もうね、だんだんそうなっちゃいますからね。そうしたらステンレスソーダね、やめられませんよ。引っ張る力でね、揚げ物も若干ヘルシーにしてくれる。こんないいことありませんよね。蓋してあげるから油跳ねもないし、早く火が通るし、換気扇も汚れないし、ちょっとヘルシーになるし、もう一応油代もね、節約できるし、これね、今のこれからの物価高のね、ご時世にね、もう絶対欠かせなくなってくるものがね、僕はステンレスソーダ鍋だと思いますんで、世間からね、ちょっと2歩3歩先行きまして、お財布と環境に優しくて健康で美味しい食事を毎日ね、お家でやっていってほしいです。というわけで、本日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。